私もぜひこの最高ファイトクラブのリングに立たせていただけないかと思いまして、まあ、僕トレーナーなんでリングに上がれるように仕上げます。キマグリアのクレイさん、もともとプロボクサーで、一応親父ファイトは2戦2勝2 KO 勝ちだった。おーちょっとおいほんまにパンチある。毎日ちゃんと練習してますよ。すごい、さすがボクサーですよ。3年生で今年1月にプロテスト受けて受かった。フェイスポーツジム所属の南雲ルイスと言います。よろしくお願いします。ボクシング界の恩返しする、ボクシングをもっと盛り上げて、ボクシング界をね、貢献できればなと。サラリーマンファイトクラブ、もうそろそろ言ってあと数回だと思いますが、もう8月14日の来るべき日がもう近いという。相手も決まったんで、元気まぐれの、クレイさん、はい、で僕も手合わせしてきた。ちょっと競争のアドバイスをします。それを永井さんが一番初めてリングに上がった、初めてスパーリングをしたルイス選手と今日ちょっと来ていただいてるんで、どれだけ永井さんが成長したか、クレイさんの弱点は僕知ってるんで、ルイス選手にどこまでできるかちょっとやってみてください。はい、来ました。どうも。デビュー戦勝利でした。永井さん言ってたんですね。かっこよかったですね。すいません、お願いします。お願いします。4ヶ月経ってるんで、自分の方も成長できてると思うので、また同じような結果で終わりたいと思います。大輝さん相手にもあんだけやれてるっていうのは、ボクシングって相手が強ければ強いほど思った通りできないっていうことがすごく分かってるので、それでもあんだけやれるってことは本当に強い方なんだなって思ってます。わざわざルイス君も今日時間使ってくれたので、しっかりやれるように頑張ります。がすごい長いんで2ラウンドくっついたかったんですよ。じゃあやっぱ嫌がってたんで、まあそりゃそうだ、なんで前行くしかないんですよ。とにかくどん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 前に出る。永井さんの正味めっちゃ緊張すると思うんですよ、大きい舞台なんで。まあそうだね。でも相手も緊張するんで走っていくしかないんですよ。パーンっていって1分、パーンってうぃーっていう感じで1ラウンド終わったら、2ラウンドちょっとおーってなってるから30秒ぐらいまたグーンっていって最後はしのぐ。それがちょっと僕の狙いなんですよ。ただジャブの差し合いの勝負なんかするでしょ、 100% やられるから、ぐっつりストレート伸びてくるもん。だから本当にその距離におったらダメなんですよ。特に1分なんで、やっぱ40秒ぐらいはもうここの位置にいないと飛び込んで、もうとにかく手を出す、ひたすら手を出す。今日ちょっと一回やってみてください。あとはもうここだよ。パーッと全てをハッと。よーい、この一応ワンツーコードだよ。踏み込む、踏み込まないからね、踏み込むんで、しっかり踏み込め、しっかり踏み込め、そこそこ。はい、10秒行かなきゃ、自分から。まあいいな、これがプロの前。はい、これプロの馬さん、この間合いね。でもね、長井さん生きてみたら意外に当たったりするんですよ。ちょっと行きましょう、ラストラウンド。スタミナ絶対大丈夫なはずなんですよ、あれだけ練習してたら。もう被弾覚悟で行きましょう。もらったら分かるから、練習ですから。このままやったら後悔しますから。2回目でーす、ラスト。おーよっしゃ、バクじゃない、バクじゃない。箱引いて、うん、30秒、そのあと、それ3セット、もう一回、その後、もう一丁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 、そうそうそう、勝負、勝負、勝負、しっかり、いこう、ラスト10秒、
いけないなあ。かん、もう1ラウンドや。ダメージはないから、あったらちょっとさすがにやめさすんですけど、ちょっと行こう。本番これやったら後悔するぞ。後悔するから練習なんで行こう。最後ほんまにこれもないと思うんですけど、ラストラウンドです。ラストね。よっしゃ、ラスト。どうもね、行け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 。もう最後は橋さん。そう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 、いいよ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 。当たってもいい、当たってもいい。ワッツーでワッツーを打て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 。もう一回もう一回。そうそうそう、伸びてる伸びてる。いいよ今の。もう一歩もう一歩もう一歩。30、30分で半分。ラスト20、ラスト20、長井さんラスト20、いけ、いけ、いけ、躊躇しない、躊躇しない、打っていいぜ、ワンツー、ラスト10、ラスト、はい、5秒、5秒、5秒、いやー、いけませんね、いやー、ボクシングをさせられましたね、入れないんですよ。でもね、これが現実ですわ。ただでもこれが本番でなくてよかった。本番このような感じになる時が絶対にあるんです。なんでかというと相手はリーチ長いから。ってことはもっと入られへん可能性はあるんですよ。全く成長してないですね。いや成長、そんなことはない、そんなことはないんですよ。まあ、成長して向こうも成長するんです。向こう19歳です。プロボクサーです。毎日練習してるんです。行こうとはしてるのは伝わりますよ。これはプラスに考えて、これが試合じゃなくてよかったです。本番じゃなくてよかったです。本番やったらもう俺何やってたんやってなりますよ。もう考えすぎだね。考えすぎも考えすぎだね。なんか間合いで立ってもうどうしようどうしようって。もういらないんだよそんな。そう、空振りしてももう一回、もう一回、もう一回。それはもうここだよ、自分。あともう他人がどうとかよりももう自分だよ。行って打たれた失敗ならいいんだよ。行かないでこういう失敗が一番もったいないから。最初に来た前回4回とはよりも死ぬほど俺たちに戦えていやいや、やっぱちょっとボクシング分かってくるね。そう、一番 ねダメな時だよ。そうそう、なんかねちょっとこういろんな経験させてもらっていろんな選手にあの教えてもらったりして、なんかちょっとボクシングやろうとしちゃってんだよね、あの時の方が分かんないから、うん、もうワンツーワンツーって、うん、他のこと知らないから。そうそうそう、でも前回の方が手も出てたんだよね、ワンツーみたいな。まあ良かったんじゃない、今日分かって。このままじゃ大変なことになる。まあとりあえずお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。わかんないことばかり。彼女も会社もこの国の事情も。